Hi, how are you doing? It's Dr. D. So previously I talked about a flap T sound used in an American accent, and this time I'd like to talk about another type of T sound also used in an American accent, which is called the stop T. はい、どうもこんにちは。英語発音トレーナーの Dr. D です。ですね、前回はフラップ T と呼ばれるアメリカンアクセントでの T の発音の変化、これについてお話ししたんですけども、今回はもう一つ、T の発音の変化があるのでそれを紹介したいと思います。で、Stop T と呼ばれるものです。Stop T、その言葉通り T を止めるんですね。例えばこういうもの、 Let's make it come true のここですね。 Make it come、 Make it come、 ここの it、 これを発音せずにこう止めてしまうということですね。 Make it、 Make it come、こうすることで、こう次の音、カーン、ここの音ですね。この音を邪魔しない、この音を邪魔せずに発音できるわけですね。で、基本アクセントが make it come true、make it come true ってこういう風に来ているので、なるべくこの音、アクセントを置いている音は邪魔をしたくないわけですね。なので、ここはこそっと発音する。なので、こう音を止めちゃうわけですね。make it、 止めることによって it、のニュアンスを出してます。Make it, make it come true, make it come true。 はい、同じような感じで、例えば It works とか、こういう時もそうですね。 It works, work、 ここに、アクセントを持ってきたいので、ここの T っていうのは次の音を邪魔したくない。なので止めちゃいます。 It worksIt works。 こうすることで次のこのアクセントの音がより際立ってきます。 It works。 例えばあとは、Let it be、 これもそうですね。 Let it be、 be、 ここをはっきり発音したいので、T 止めちゃいます。 Let it、 Let it be、 Let it be。 主にこれは次にこう子音が、来てるとき、t の直後に子音が来ているときにこの t をよく止めたりします。それによってこう次の音がよりクリアに出るようにします。では、今日はちょっとそのニュアンスをいい感じで出せるように練習していきたいと思います。はい、それではちょっと英語らしい声を作ってから、この stop t の発音をやってみたいと思います。まず英語発声するときの基本なんですけども、喉の奥の方から声を響かせます。日本語のようにこう口先の方で音を作らずに、もう少し喉の奥の方、はははは、は、このあたり、このあたりから音を作っていきます。はい。そうすると、だいぶこう英語らしい響きが自然と乗っかってくるようになります。で、まずあくびをして、喉を開いてみてください。で、そのまんまの状態で、まずブレスを出します。はははははは。で、そのブレスに乗るように軽く声を響かせる。はっ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 は。この時のポイントは、このブレスを安定させること、ブレスを途中で途切れさせないことです。はっ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 は。英語基本、英語っていうのは基本、ワンフレーズをこう一息で発音しちゃうんですね。Let's make it come true. Let's make it come true. こんな感じで。Let's make it come true. 一個一個単語を発音しているような感じじゃなくて、まとめて発音しちゃいます。Let's make it come true. Let's make it come true. なので、基本、ブレスは出しっぱなしです。で、喉の奥の方を軽く鳴らすような感じで声を出していく。はっはっはっは。はっはっはっは。そうすると声のニュアンスがちょっと変わると思います。Hi, how are you doing? で、こういう感じから。Hi, how are you doing? こんな感じになります。Let's make it come true から Let's make it come true こんな感じになります。ちょっとニュアンスが変わりますね。Let's make it come true、 まあこっちの方がちょっと英語らしい響きが得られます。で、この声の出し方で、Let's make it come true、 これをやってみたいと思います。Let's make it、 Let's make it、 この最後の T の時に KidT のポジションに下は行きます。Let's make it。でも、t って発音せずにそのまんま止めてください。Let's make it。Let's make it。
で、これでもうすぐに come true。こっちの発音に行きます。Let's make it come true. Let's make it come true. Let's make it come ってこういう風にツって発音しないように。Let's make it come true. Let's make it come true. これを一息で。Let's make it come true. Let's make it come true. 声はなるべく喉の奥の方から響かせるような感じで。で、ブレスは一息でフレーズ全体を発音する。Let's make it come true. Let's make it come true. 同じようにニュアンスで。It works. 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 って言わずに It works. It works. こういう感じで発音してください。っていうのも、It works って言っちゃうと、この work、せっかくアクセントを置いてるのに、この音があまり目立たなくなってしまうんですよね。なので、work、このアクセントの音を際立たせるために、It works、It の方を軽く言って、で、T の音も次の音を邪魔しないように止めちゃうわけです。It works、It works、It works。もう一個のパターン、例えば、Let it be。これも一緒です。Let it, let it be, let it be, let it be。まあ、流れのままに、みたいな、そんなニュアンスですね。Let it be。なるようになるさ、みたいな。はい。それでは、2回に分けて、Flap D と Stop D についてお話ししました。はい。それでは今日はこれで終わりにしたいと思います。Okay. So see you next time. Bye bye.